ました座談会に続きましてテレビ朝日の増田さやかアナウンサーがリポートしているミュゼドゥももクロ番外編なんですが、なんとですね、あの、うん、六本木のギャラリーに行かれたそうです、はい、以前私たちがアトリエに伺わせていただいたアーティストの方もゲストとして参加されてるみたいです、うんうん、ぜひご覧ください。どうぞ。最後の回もまた全然違う。すごい、ネオン感がパッと目を引きますね。またガラッと雰囲気が違いますね、はい、本当だ、ネオンがすごいいっぱい。すごい写真が広がってますよ。というわけでミゼドゥももクロ番外編後編、前回に引き続き ANB 東京のエンカウンターズを巡ります。後ほど佐々木さんも話していたゲストも登場しますよ。あ、でもここもすごい大きな窓があって、都会を感じながら写真ですよ。本当だ。でもここ、これすごくないですか？もうなんかまた光が入ってきてますね。本当だ。迫力ありますね。虹？海？なんか質感もすごいヌメッとしてるというか、ゼリーみたいな。ですね。何なんだろう。なんか立体的に見えてきます ね。平面だけど立体みたい。はい、波ですかこれは。何ですかね。でも水のなんか表面みたいな動き、ね、池みたいな。にこうレインボーの色つけてるとかあるんですよね。うん、ここはまた全然違うんです。これすごい。東京。なんか展望台で見るよりも、はい、なんか風とか感じられません？うん、なんか何だろう、空気が流れてる感じです、うんうん、どうやって描かれてるんだろう、なんでそう、写真ですよね。でもすごい近くで見るとめちゃくちゃピクセルになるっていうか、ピクセルになってる。そう、すごい。でも引いてみると写真になってますね。でここに透けて東京タワーが見えたり。本当だ本当だ、東京タワーありますね。ここなんか不思議な感じですね。すごい。普段展望台って行きます？なかなか行かないです。なんかそれこそあの森ビルの上の展望台とか、はいはい、まあ、行くんですけど、うん、まあ、そうしたらこういう景色が見えるわけですよ、うんうん、でも展望台ってこうガラスがあって、うんうん、まあ言うたら室内にいる感じがあって景色は広がってるけど、でもここはそういうガラスを感じない景色、うん、展望台で見るよりもなんでだろう、写真なのにすごい開けてる。本当だ。から、うん、なんかこっちなの、なんか不思議ですよね。写真なのにこっちの方が自然を感じられる気がします。うん、すごい。ちなみにこちらの作品なんですけども、はい、六本木のビル上からこう4つの方向を撮った画像を組み合わせた作品なんで、で、それぞれの画像をこうすごく細くピクセルでこう分けて、はい、でそれを編み物みたいに編み込んで作られてる画像を、なのでこう縦にとか横にこういう線がさーっとこう伸びてるんですけど、なのでまあこうスカイツリーの向こう側に本来重なるはずのない山々がこう重なっていたりとか、確かに面白い、違う風景が重なってるのになんかこうでも風景としては伝わるじゃないですか。しかもこの作り方もすごい折り機で折ったみたいというか、そうなんです、初めて見ました。ここもこれは壁も作品になってますよ。しかも本当だ、もう壁とこのちょっと歪みを巧みにしたこの写真、うんうん、作品なんかここいるとなんだろうな、なんか空間的ななんか音楽ライブ、うん、に来てるような感覚になりません？確かに。すごいもう音が聞こえそうですね。そう、そうなんですよ。なんかリズムみたいな。うん、うん、ちなみにこの大好きな作品なんですけど、はい、テレビ朝日でこの10月からアートの番組始まったんですね、その記念すべき初回のアーティストさん、小林健太さんの作品なんです。小林健さんの、インタビューに行った方が、小林さんってすごいお話しするのも面白い魅力的な方で、なんかこれまでインタビューした中で一番面白い方だったって言ってたぐらい、なんかお話の話術もすごい。写真っていうのは誠を写すっていう風に、ね、真実を写すっていう風に書いて写真っていう。テレビ朝日で放送中のアルス君とテクネちゃん、
その第1回に放送された小林賢太さん出演回をテレ朝動画で独占配信中。ぜひアルステクネっていう番組で、はい、お願いします。アルス君とテクネちゃん見よ。ペクさん、はい、どうでした？展覧会どうですか？いや本当に盛りだくさん。しかも結構六本木ってそんなに遠い場所でもないじゃないですか。でこんなに近いところでいろんな展示が見れるってすごい嬉しいなって思ったし、結構なかなかその普段見ない展示、いろんな仕方の展示とかいろんな作品も見れてすごい面白かったです。私共同制作、ニャンツーさんと鍋さんの、はい、あれすごい印象残りましたね、うん、あれ面白かったですね。後でお話もやっぱ聞けたからもっとさらに面白かったんですけど、うんね、コラボレーションが見られるのももうここならではですから、うん、本当です ね、 ねえ、やっぱフロアごとにテーマも決まってて、うんうん、自分も視点を持ちやすいし、うん、とってもね見やすいですよね、うんうん、聞いた後と聞く前もすごい全然感想も変わります。うん、楽しかった。ちょっとまだ六本木にはアートがあるの で、ね、ちょっと次も行きましょう。散策を続けないと。今回の顔展は顔を題材とした11人の作家の作品を展示。果たしてどのような出会いがあるでしょうか。とその前にこちらの会場にもう1名ゲストが来ているんです。ここでさらにゲストの方お呼びしてます。こちらです、はい、お願いします。あ、はい、あ本物だ。あ、よろしくお願いします。杉ちゃんさん、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お会いしたかったんです。あ、杉田と申します。よろしくお願いします。以前番組でももクロがアトリエを訪問した現代アーティスト杉田陽平さん、最近はある番組でちょっとした話題になっている人物なんです。バチェロレッテジャパンに今出演されてるんですよね。あ、はい、あのそうなんですよ。似てますよ。いやなんかね、あのそうなんですよ。なんか見るたびに杉ちゃんさんをなんかもう応援したくなるというか、あ、もう次も残ってってなっちゃう、もうその人間性ですよね。もう女性を虜にしてます。見てみよう。珍味的なポジションで、のこ特殊な感じでちょっと、はい、あのなんとか踏ん張って、はい、ちなみに、うん、お二人はこの小山富雄ギャラリーって来られたことあります？何回かあります、はい、展示見に。杉ちゃんさんは？そうですね、小山富雄ギャラリーっていうのはもう現代アートやってる人の中ではもう殿堂入りというか、もうここはもう押さえとくべき、誰もが展示したいと思う憧れのギャラリー、うん、伝説のギャラリー。へー、うん、わー、あ、すごい。まずこっち目につきましたね。これは何ですかね。結構これも立体的な絵ですね。え、これで言うと一番最初何感じました？これだったらもうなんていうんですか、上手に描こうなんてもうつゆも思ってないんですよね。これっぽっちも思ってないし、カッコつけようなんてさらさら思ってないんですよね、彼はね。むしろそのカッコいいのがカッコ悪いぐらいに多分思ってる。はぁ、アーティストの方はどういう風に作品を見るのかなっていうのがすごい気になるんです。どういう風に見てるんですか？自分も作ってたりはしてるから結構横とか、うん、その作り方とかすごい綺麗だなって思って、キャンバス作りとかどうやってだったらこんな綺麗に作れるかなとかは結構見たりしてます。へー、うん、描き方、作り方、はい、なるほどな。杉ちゃんさんどうですか？そうです、やっぱり自分もどっちかというと演出側っていうか、うん、制作側なんで、まあ、映画でも感動したら自分だったらどうするかなとか作れるかなとかね、そういう見方で、まあ、これが一つの映画だとしたら自分だったらどうするかなとか、うまいなとか、うまさを見せないのがうまいなとか、それはね、思うし。そうですね、確かに。だからそういうこうかっこよさとかを気にしてないからこそ見る人にとってもダイレクトに伝わってくるんでしょうね、思いが。なんかでもすごいなんか執念を感じます、私これから。なんかこの絵の具の何回も塗ったんだろうなみたいな筆跡とか、この立体なところからなんかすごい力が強いみたいなのをすごい最初感じました。
このあたりすごいですよね、うん、こことか本当木の表面みたいな、こう描いてる息遣いっていうか、あのこうアトリエのこう、うん、勢いっていうか、その人の呼吸を感じますね、うんうん、確かに筆跡あるとそうですよね、なんか生き生きしてますよ ね、 ね、それを見るのも楽しいですね、本当、うん、そうですよね、なんか呼吸が聞こえてくるような感じ、うんうん、ここもすごい全然質感が違って、本当だ、本当ですね、なんかちょっと削られてるような感じもするし、いや、やっぱ勉強になるな、なんか目線とかすごいなと思って、やっぱそうなんですね、あ、でもこっちにもまた違う作品が、彫刻もありますよ、え、これ彫刻っていいんですか、彫刻優しい確認、誰か、でもなんかすごくないですか、いろんな素材で作られてません、毛皮とかもあるし、粘土、なんだろう、わあすごい、でもなんかより立体的な、なんか胴体と顔、うん、いろんな素材が、うん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 、自然のものもありますもんね、サンゴっぽいやつとかね、石とかサンゴとか貝みたいなのもありますよね、うんうん、形はやっぱり人のトルソンっていうかね、なんか鼻とか耳が見えますね、フォルムが、表情とかは見えないけど、ね、なんかこの人は一体どんな表情をしてるんだろうでも色合いとかはそれこそあれですよね、なんかこうなんだろう、色を使ってないというか、うん、同じような色でまとめてますよね、僕、うん、はこうなんか肌触りっていうか、その彫刻ってこう固定概念で言ったら木で彫刻作ってたりとか、うん、鉄であったりブロンズだったり、その素材感にこう固定概念があるじゃないですか、うん、この作品の場合はこう柔らかいところがあったり、自然のものがあったり、その粘土的なものだったり、ね、あの指紋がこうあったりとか、その指 の、 あの跡があったりとか、そういうこう自分がアリンコになってこれをなぞっていくみたいな、ね、だから、人物なんだけど風景みたいな、あの僕はそんなそういう味わい方ですよね、あの一つずつこうの積み上がっていくみたいなね、追体験していく、面白い、面白い、確かに質感全然違いますね、うん、でもそう考えたらこっちもすごい気になりますね、これは、これはこれはこの顔も、これも確かに顔に見えますね、この流れてみると、うん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 、なんかもっとあの何ですか、近くでフォーカスしてますよね、さっきのよりも、なんかもうこの額縁が輪郭になっててみたいな、でもすごい近くで見ると全然わかんないですね、確かに引いてみると、これはすごいな、なんえこれって普通の絵の具ですか、なんかすごい、でも綺麗な色ですね、鮮やかですよね、色がすごい綺麗、なんかこうスピード感っていうか、ね、その絵とかってそのなんか時間をかければかけるほど良くなるわけじゃないじゃないですか、サラダみたいにね、こうもう刻めば刻むほどしなっとなっちゃうみたいな感じで、すごい例え、ね、もう分かりやすいですシャキッとがいいんやみたいな、あるじゃないですか、このなんか潔さっていうか、その態度がね、やっぱりこう輝かしてるっていうか、ね、別に顔に見えなくてもいいんだよみたいな態度は感じますよね、もう見る方に確かに自由を委ねるというか、ね、そうですね、潔想像力をこうかきたてるっていうか、人の顔を見た時ってこう、あ、目だな、鼻だなとか、あ、この人美人だなとか、かっこいいなっていうふうに結構とらわれるじゃないですか、情報に。だけど顔ってね、身体の一部でしかないし、一種の風景みたいに見えることもあるじゃないですか。でそうすると、今まで顔にとらわれてた固定概念って、こういきなりすごい大きな広いね、その広く受け止められるっていうか、自然に受け止められるっていうのがあるから、このね、作家さんは多分そういう固定概念で人を見ないみたいな、そういうタイプの作家さんなんですよね、多分メッセージと、ね、確かにメッセージ性がそういうことなんでしょう ね、 ね、なんかでも今それこそコロナでもうみんなマスクをしてて、顔って見えてない状況じゃないですか、
ね、あ、そういう時にこの顔の作品をいっぱい見るってすごく意味深いですね、うんうん、ね、本当に奥もまだ作品続くんで、あ、でもこっちとかだいぶもう可愛らしい、可愛、ね、いちゃんと足まで ありますよすごい、ね、指と顔と発想がすごい、段ボールで箱だったんですかね、もともと、ね、箱だったんだ、うん、それを開いて全部、うん、発想が面白いですね。次も段ボールの作品ですね。あー、かわいい、これもちょっとミニマムな感じになってます、ね、でもなんか人の顔っていうよりなんかちょっと動物っぽい感じでも見えますすごい、なんか民芸品によくありそうな顔を見た、うん、ありそう。これでも立体になってますよ、横から見ると。本当だ、横から見ると結構分厚いね。えですね、へえ、面白いな。これも連作なのかな。あ、本当だ、隣も、え、立体、え、大きい、あ、面白い、面白いですねこの隣の顔とまた全然違いますね。ねえ、この左右のはお花、なんか仏、なんかなんだろう、ちょっと仏様にも似てる、うん、見えますよね、綺麗ですね。綺麗ですね、色合いが段ボールのこの感じと合ってて、うん、ね、うん、なんかこう大地を感じますもんね、うん、大地っぽくてね、なんか自分の育った、ね、国なのか、うん、あの思いなのかね、分かんないですけど、日本人はこういう感じ描けないですもんね、だってね。へえ、すごい、いろんな、3人で見るとみんなね、感じ方違うから面白い、面白いですね。はい、これもまた開けた空間で、すごい、え、大きな作品ありますよ、大きな、大きい、これも顔だし、顔ですね、もう全部顔って分かってから見ても楽しいですね。楽しいですね、うん、なんかいろんな、こんな違うってなって、アプローチがあって、なんかこれでも吸い込まれそうな感じになっちゃいます、ね、なんか本当ですね目、目、髪みたいな、髪、輪郭、口元がなんか開いて吸い込まれそうな感じ。でもなんかここもよく見ると、なんだろう、なんか本当だ、なんかモケモケしてる、うんうんうん、なんかこの白いところも一回塗ってなんか拭き取るみたいな感じで、ね、白絵の具じゃなくってこうキャンバス地の白が、真っ白じゃない、ね、あのキャンバス地の白さの美しさをこう出してるみたいなね。あの、結構こことか見ても布の面がすごい見える感じで、薄塗りだから確かになんか繊維が、ね、見えますよね。なんかこういうのを感じるとすごいキュンとするんですよね、なんかキュンポイント、はい、なんかなんだろう、なんか 息遣いというか、なんかそういうのがリアルに見えるから親近感感じてあのここまでずらっと顔の作品いろんな並んでますけど、お二人は顔をモチーフにした作品って描くことあるんですか？ベックさんどうです？学生の時はあったんですけど、やっぱ顔って逆にすごい難しいなって思って、今は全然描いてないです。何がこうやっぱ特に難しいんですか、顔って。こうパッと見て顔って 一番なんかすごいイメージが強いっていうか、すごいメッセージ性もあると思うし、ちょっと表情を変えるだけでもすごいそのメッセージが変わっちゃうから、そういうコントロールするのが難しいなって思って勉強してます。え、杉ちゃんさんはあります？普遍的なね、あのポートレートとか顔とかって普遍的なモチーフだから、あの常にやっぱり頭のこの辺にあって、ね、その去年描いたやつよりももっといいのができたらいいなみたいなね、今描いたら違うシリーズやりながらまた帰ったらどんな風に表現できるかなって、最大の難易度は高いんですよね。そうバレちゃうっていうか、その人のセンスだったりとか考えてることだったりとか履歴書みたいな感じなんですよね。あ、なるほど。だからこそ書きたいなとも思うんだけど、そのバレてしまう怖さもあるから、あの書きたいのと怖いのとこうゆらゆらしてるっていうか、うまく描けたりとか傑作ができたらすごい爆発力はあるけども、逆にそれだけハードルが高いっていうか、みんながモチーフにしてきたことだから、確かに巨匠の人たちがね、そうですね、
顔を描くのが難しいってことを聞いたからこそまたちょっとすごいなって改めて、あこれもなんかすごいですね。さっきのすごい丁寧な描き方からまたガラッと変わって、でもそのインパクトありますね。これもすごい面白いですね。なんかパズルみたい、本当に。確かにちょっとこう人影みたいなものがあって、でも上にすごい塗られてるからパッと見たら分からないかも。一瞬分からないですね。よく見るとこう、あ口元かなとか目かなって顔が、でも3点並んでるからこっちとこっちはすごい顔が見えるけど、真ん中だけちょっとモザイクっぽい感じになってますよね。もう分からなくなってるっていうのもなんか見方が面白いですね。あのお顔を描くとするとどこのパーツから描き始めるんですか？結構目から、はい、そうなんですね。なんとなく、真ん中の方に多分あるからここから描くと結構間違えずれない気がして、習慣かもしれないんですけどいつもそうでした。ちなみにそこからどういう風に仕上げていくんですか、目描いた後って。なんか鼻とか近い部分から、はい、合わせていってます。真ん中から、杉ちゃんさんはちょっと驚いてましたけどどうですか。左上から完成していって右下で終わるみたいな、そんな感じですね。左から、左、そうですね。さっきのサラダの話じゃないですけど、そのあんまりコネ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 して努力賞の絵にしたくないっていうのがあるんですよ。要するにこんだけ頑張りました、こんだけうまく描けましたっていうので終えたくないっていうのがあるんで、うまさをあんまり出したくなくって、その自分のその何その筆さばきとか、そのこの時はこういうタッチで描きたいんだっていうのをこう決定していって、で最後もう終えるっていうか、なので頭の中で割と完成図が9割ぐらいできてから、あとは画面上に向かう時はもうそれが具現化していくだけっていう、っていう感じですね。へー、そういう描き方なんですね。そうですね、そっちの方が絵の具がなんか輝く気がして、こねればこねるほどなんかこうくすんでいくような気がしちゃって、計画はするんですけど、その画面の中で実際本番で筆走らせる時って、そのうまくいかないっていうことがすごい重要だったりするんですよね。だからそのうまくいかない時にどうするかっていうか、それがなんかベックさんだったり僕でもここうまく描けないなって時に、それぞれその時にその持ち味が出てくるって感じなので、あんまり設計図をバッチリしすぎちゃうとその事件が起こんなくなっちゃうんですよね。塗ればいいだけになっちゃうんで。なるほどな、すごいですね。いろんなモチーフの顔を今日は見てきましたけど、改めてどうでした？本当にこの小山ギャラに来たのも結構久しぶりだったんですけど、今日これってすごい 顔っていうテーマですごいいろんな作品を見れて、本当にいろんな面で勉強になりました。なんかあこういう作り方もあるんだとか、質感とかすごい刺激になって、わ頑張らなきゃって思いました。そうですよね。杉ちゃんさんもどうですか？まあ、小山富雄ギャラリーっていうのだからこそなんでしょうけど、こう我々が見てるようで見逃してる、気づいてるようで気づいてないっていうようなものをこう救い取ってるような、そういう展覧会ですよね。だからこの展覧会見た後にこう風景が変わって見える、そういうなんか展覧会だなとは思いますけどね。私はお二人と一緒に巡って、なんかあアーティストの方ってこうやって見るんだっていう、なんか今日すごい勉強にもなりましたし、それで言うと顔のモチーフってすごいハードル高くて難しいっておっしゃってたから、かここには本当顔の作品がたくさんあって、いやアプローチの仕方もこんなにいろいろあって、なんか改めてなんだろうな、なんかすごいなんか難しいのにそれをすごいいろんな表現で描いてるってところに感動しましたね。あともうコロナ禍で今皆さんの表情見えない中で、なんか改めてなんかそういう大切さみたいなのも気づかされましたし、なんかこの時期だからこそまた刺さることってきっとありますよね。本当にいろんな方に見てほしいって感じですね、ですね、思いました。あ本当楽しかったです。あっという間だった。あっという間で、なんかいつも早い。いや本当ですね、朝からロケしてるはずなんですけどね。今日はもう
ペシャルゲストの方もね来ていただいたし、本当に。ミゼドももクロ番外編はどうでしたか？私もスギちゃんに会いたかった。それでは次回もお楽しみに。